航空自衛隊の無人偵察機グローバルホークが、ついに、3機体制での運用開始との情報をキャッチしました。今回は、この三沢基地配備のグローバルホークを詳しく見ていきます。アメリカ空軍は、同機の運用を中止しているが、日本は、遅い F-35 は、早かったけど、2023年6月30日、青森県の三沢飛行場に併設されている航空自衛隊の三沢基地に対し、計画されていた無人航空機の RQ-4 グローバルホークの最終機である、合計で3機目の機体が加わり、予定数での運用体制が敷かれた。これまで、航空自衛隊の三沢基地には、2022年3月から、最初の無人航空機の RQ-4 グローバルホークの配備が行われており、ここから1年3ヶ月を経て、当初からの計画に則った体制の構築が完了したものと言っていいだろう。大型の無人航空機である RQ-4 グローバルホークは、1990年代に開発が始められた機体であり、もともとは当時のアメリカ空軍の依頼のもとで、同国のライアンエアロノーティカル社が製造を担ったことからスタートしている。ただし、このライアンエアロノーティカル社は、後にアメリカの軍需企業大手のノースロップ・グラマン社に買収を受けたため、2023年の今は RQ-4 グローバルホークはノースロップ・グラマン社の製品としてラインナップに数えられている。RQ-4 グローバルホークは、その使用上、兵装を備えることのできない機体であり、あくまでも、その使用目的は、偵察用に限定された無人航空機となっており、本国のアメリカでは、1998年に初飛行を行ったことで知られている。アメリカ空軍においては、RQ-4 グローバルホークは、7機が試作機として製造され、1996年6月以降に、評価テストのために、各種の軍事演習に用いられ、その過程の一環で、2003年には、アフガニスタンにも1機が送られて、開発が進められた。そして、その翌年の2003年8月には、RQ-4 グローバルホークの初の量産機である、ブロック10が完成。さらに、翌年の2004年11月に、アメリカ本土のカリフォルニア州メアリーズビルに置かれた、ビール空軍基地所属の第12偵察飛行隊に配備された。さらに、それから2年後の2006年8月には、アメリカ空軍の RQ-4 グローバルホークは、新型バージョンのブロック20が製造されており、同軍としては、当初は、63機を調達する計画を進めるも、スケジュールの遅延と予算上の問題から45機まで下方修正された。アメリカ空軍の RQ-4 グローバルホークと日本との絡みで言えば、2011年3月に正規した東日本大震災の際には、非常に短時間ではあるものの福島第一原発の被害状況を確認するために、その施設上空への飛行が敢行された経緯がある。また、2013年になると、北朝鮮が各種のミサイル開発や新たな核実験を実施する兆候を見せ始めたため、アメリカ空軍は、グアム島のアンダーセン飛行場に配備していた RQ-4 グローバルホーク3機のうちの1機を、その監視に派遣したという。ここで派遣された RQ-4 グローバルホーク1機は、日本海側から、北朝鮮の監視業務に従事したとめされており、また、翌2014年には、青森県の在日アメリカ軍基地に、グアム島のアンダーセン飛行場から、2機の同機が派遣された。これは、グアム島が、その時期に、頻繁に台風に遭遇し、
配備された RQ-4 グローバルホーク3機が、その天候上の問題から、稼働状況が悪化することを避けるための措置とされ、2機の常時稼働状態をこれによって確保したとされている。また、RQ-4 グローバルホークの運用上の問題点がクローズアップされた事例としては、2019年6月に、中東のホルムズ海峡の上空で任務中であった同機が、イラン軍の発射した地対空ミサイルで撃墜される事態も発生した。これは、RQ-4 グローバルホークが、その使用上、機体にはステルス性能を施されていなかったことが、主な要因と考えられ、このことを反映してか、アメリカ空軍では、翌2020年に、同機のブロック20とブロック30の合計24機を退役させる方針を打ち出した。さらに、翌2021年7月には、アメリカ空軍は、運用中の RQ-4 グローバルホークのブロック30の残り20機についても、2022年中に全退役させて、最新のバージョンである、ブロック40の10機のみを継続運用とすると、発表するに至った。ここで、アメリカ空軍は、前述したように、中東のホルムズ海峡の上空で、RQ-4 グローバルホークが、ステルス性のなさゆえに、容易に撃墜死されてしまったことから、それは、イラン以上に、防空能力に優れた対中国には対抗することが困難だと判断したものだった。よって、アメリカ空軍は、2022年7月に、2027年の改憲年度を目途に残る RQ-4 グローバルホークのブロック40も、すべて退役させる方針を発表しており、その主要な要因として、中国向けに通用しないことを挙げたことは、その脅威にさらされる日本にとっても、大きな衝撃を与えている。アメリカ空軍では、こうして、退役の方向が固まってしまった、RQ-4 グローバルホークだが、アメリカ海軍では、同機の洋上監視仕様である、機体を、MQ-4C トライトンとして、有人の P-8 哨戒機との組み合わせで、2018年から運用を開始している。また、アメリカの NASA 航空宇宙局においても、RQ-4 グローバルホークは、地球温暖化を観測する用途で使用されており、軍事的な用途以外にも、同機が活用可能であることを示す一つの事例として注目されている状態ではある。アメリカ以外で、RQ-4 グローバルホークは、ブロック40を土台とした戦場監視任務を行う機体として、MPRTIP 装置を搭載したものが、RQ-4D という呼称で、NATO 北大西洋条約機構に採用され、2019年11月から配備が始まり、5機が調達予定となっている。また、ドイツでは、RQ-4 ブロック20を土台としたユーロホークの試験導入を2010年から言っていたが、2013年5月にこれを中止し、アメリカ海軍が採用した MQ-4C トライトンをその代替機として調達する工法に軌道修正を行っている。そして、韓国では、日本と同様に、RQ-4B のブロック30を導入することを決め、2019年12月を、皮切りに、翌2020年9月までに、合計で4機を調達しているが、最新のバージョンである、ブロック40とは、コアな部品の互換性がないため、今後の運用に、不安が囁かれている。つまり、それは、同じ RQ-4B のブロック30。
空隊を組織しており、不安を抱えつつも、その運用に挑んでいる状態にある。この偵察飛行隊は、2023年1月に編成を終えたばかりであり、要員数としては130名を要し、航空自衛隊の航空総隊直轄の部隊として、3機の RQ-4B のブロック30をもって、日本の全域を監視、警戒する任務を担当することとなっている。偵察飛行隊が調達した RQ-4B のブロック30は、予算上では、2017年度から2019年度までの3年で、各1機を計上。合計額は、386億円。1機平均は、約128億円強。関連する付帯費用は、2015年度から2019年度までの5年間で、合計462億円に及んでいる。くしくも、アメリカ空軍が、RQ-4 グローバルホークの有用性を、対中国という観点から諦めたことを勘案しても、この偵察飛行隊が調達した RQ-4B のブロック30にかかる総費用を見れば、決して安価とは言えない、大きな投資額となっている。日進月歩で進化を続ける無人航空機の今後について、費用対効果も含めて、何がベストな選択であるのかを判断することは、極めて困難だとは思うが、ここで蓄積したノウハウを、航空自衛隊は、今後に生かしてもらいたいと、個人的には切に願う。